かな。ヒーローさんが言ってたイベント会場って、昨日急に来てほしいって呼び出されたけど、そもそもどんなイベントなのか聞いてないんだよね。あ、看板がある。イベント名は電撃祭。キョウコちゃん、こっちこっち。ヒーローさん、よかった、ここで会ってたんですね。これってどういうイベントなんですか？そういえば言ってなかったわね。これはね、電撃30周年を記念したイベントよ。多分タイトルを聞けば京子ちゃんが知ってる作品もあると思うわ。作品、漫画やアニメのイベントかな。誘ってくれたのは嬉しいですけど、どうして私が急に呼ばれたんです？それが実は困ったことになってて。やっと来たのね。遅いわよ、ヤマティ京子。無に？何その格好。何って、ブラックブレッドの相原エンジちゃんに決まってるじゃない。あ、ごめん、よく知らなくて。でもどうしてムニがその衣装を？何よ、ヒーローから聞いてないの？ちょうど説明するところだったのよ。実はこのイベントの運営委員会から、今人気の DJ ユニットとコラボしたいって相談が私に来てね。それでロンドのメンバーを中心にコラボ衣装が似合う子たちに声をかけて準備を進めていたの。このムニちゃんに目をつけるとは、さすがヒーローよね。いいセンスしてるわ。だってエンジュちゃんのコスプレはムニちゃん以上の適役がいなかったもの。あと他にも何人か声をかけてイベントに必要なメンバーを揃えたんだけど、昨日渚が急に熱を出して寝込んじゃったのよね。渚さんが一体どうして？なんでもお風呂上がりにレールガンのポーズを練習していたら体を冷やしちゃったらしくて。レールガンのポーズ？ごめんなさい、意味がちょっと。ともかく急遽代役を立てることになったんだけど、誰がいいか迷っちゃって。それで昨日私にヒーローから連絡が来てね。だったら代わりは山手京子しかいないって返事したの。何が私を？でもそのレールガンっていうの知らないんだけど。心配いらないわ、あんたならバッチリよ。このムニちゃんの目に狂いはない。あ、いけない、そろそろ時間だわ。そういえば衣装のサイズは大丈夫なの？渚用に作ってあったんでしょ？心配いらないわ、昨日一晩で京子ちゃん用に作り直したから。さすがヒーローね、相変わらず仕事が早いじゃない。じゃあ京子ちゃん、更衣室はこっちにあるから早く着替えてね。ここが京子ちゃんの担当するとある科学のレールガンブースよ。はあ。ちょっと何ぼーっとしてんの？いや、私は一体ここで何をすれば？特に何もしなくていいけど、お客さんが来たらお相手してあげてね。お相手って？そう難しいことじゃないわ。ニコトらしいポーズをとって写真を撮ってもらうことぐらいよ。そのニコトらしいポーズっていうのがさっぱりなんですけど。安心しなさい、このムニちゃんがしっかりレクチャーしてあげる。それじゃあ私も自分の準備があるから、後のことはよろしくね、ムニちゃん。の、ヒーローさん、ちょっと待って。早速始めるわよ、ヤマテ京子。まずとある科学のレールガンについての説明ね。まったく強引だな。まあこうなった
ったら付き合うしかないか。物語の舞台は学園都市。そこでは学生に対して超能力開発の訓練が行われているの。超能力なのに学園で訓練するんだ。ちょっと面白いね。そう、そこが学園都市っていう舞台の面白いところなのよ。私だったらどんな超能力がいいかな。テレポートもいいけど、ベクトル操作もかっこいいし。話を脱線させないでよ。いや、ウニが勝手に脱線したんじゃ。とにかく続けるわよ。学園都市の学生たちはレベル0から5までの6段階で能力を評価されるの。その頂点に立つ7人の最強能力者の一人が京子がコスプレしてる美坂美琴ってわけ。なるほど、都市全体でランキングがあるんだね。それは楽しそうだな。それで美坂美琴っていうのはどういう子なの？美琴は名門のお嬢様学校に通う14歳の女子中学生よ。中学生なのに学園都市最強の7人に入ってるの？すごい子だね。でしょ？美琴はレールガンの異名で呼ばれてるの。よくわからないけど、なんだかすごそうだね。そういえば、さっきヒーローさんがレールガンのポーズって言ってたのは。いいところに目をつけるじゃない。レールガンは美琴の異名であると同時に必殺技の名前でもあるの。コインを指先で弾くようにして、すっごい速さで目標物に向けて飛ばすのよ。そのコインの速さはなんと音速の3倍以上。他にも電気に関係することはいろいろできるんだから。ムニの熱い説明だけで凄さが伝わってくるよ。でもどうしてそんなすごい子の担当に私を推薦したの？どうしてって、そんなのフィーリングよ、フィーリング。そうなんだ。だけど私を思い浮かべてくれただけでもちょっと嬉しいかな。あ、京子ちゃんなの。やあ、京子さん、いらっしゃい。ミイコに葵さん。二人ともその格好、もしかして。ミイコもヒーローさんに呼ばれて今日のイベントに参加するの。ヒーローから聞いたよ、京子さんが渚の代わりを務めてくれるんだってね。なんか成り行きでそうなりました。ところで葵さん、その衣装は？これはキノの旅っていう作品の主人公キノの衣装だよ。へえ、キノの旅。葵さんによく似合ってますね。ありがとう。京子さんもよく似合ってると思うよ。ミイコはドクロちゃんなの。ドクロちゃん？なんだか物騒な名前だね。ちょうどいいところに来たわ。今、京子に電撃作品の説明をしていたところなの。そうだったんだ。京子さん、いきなりでいろいろと大変だよね。安心してほしいの。ミイコたちがいろいろ教えてあげるの。いろいろって、ひょっとして自分の担当作品以外も勉強しなきゃいけないの？当たり前でしょ。私たちはこのイベントの顔なのよ。でもいきなり呼ばれてそんな。時間だってもうないみたいだし。あら、やまて京子ともあろうものが最初からできないって投げ出すの？そういうわけじゃ。私はただ中途半端は良くないかなって。それなら中途半端にならないと本気で覚えればいいじゃない。どの作品も知れば知るほど奥が深くて面白いよ。きっと京子さんの見識を広げてくれると思う。まあ、知らないよりも知ってる方がいいかもしれないけど。京子ちゃんと一緒にイベントを楽しめたらミイコももっと楽しいの。確
かに、みんながこのイベントに参加してるのはそれだけ作品に魅力があるからなんだよね。その魅力を知らずにこのまま帰るなんて、私らしいと言えるのかな。それに私を選んでくれたモニやヒーローさんの期待にも応えたいし。で、どうするの山手京子。そうだね、私もせっかく参加するからには何かを掴んで帰りたい。きっとそれがピキピキのためにもなるだろうしね。ようやく決心がついたみたいね。それならまず私の担当する有原エンジュちゃんについて教えてあげる。準備はいい？もちろん。改めてよろしくお願いするよ、ムニ。へっへっへ、わらわに任せるのだ。え、わらわ？私がコスプレしてる相原エンジュちゃんはブラックブレッドっていうライトノベルのキャラなの。ブラックブレッドか、かっこいい響きだよね。原作は小説だけど漫画やアニメにもなってるわ。どれも面白いわよ。ブラックブレッドの舞台は謎の寄生生物ガストレアとの戦いで、大きな被害が出た後の日本なの。ガストレアウイルスに感染するとどんな動物も危険な怪物に変わっちゃうんだよね。そう、中には怪獣みたいにすっごく大きなガストレアだっているのよ。怪獣？なんかすごい話だね。主人公の高校生里見蓮太郎はそんなガストレアと戦うために民間警備会社、通称民警に所属してるの。民警って警備員みたいな仕事？きたー！蓮太郎は銃と電動式戦闘術っていう武術でガストレアや謎の敵対組織に立ち向かうの。え？ガストレアってとてつもなく強い怪物なんだよね。どうやって戦うの？絶望的な戦いにどうやって挑むのか、そこがブラックブレッドの醍醐味の一つよ。まあ気になるなら自分で確かめてみるといいわ。教えてくれないんだ、気になるな。ちなみに主人公のレンタロウは高校生だけど、相棒のエンジュちゃんなんて10歳の小学生なのよ。10歳？今ムニがコスプレしてる子だよね。そう、驚いたでしょ。エンジュちゃんは小柄な女の子だけどむちゃくちゃ強いんだから。ん？ちょっと待って、確かヒーローがエンジュは私にぴったりって言ってたけど、もしかして私が子供っぽいってこと？雰囲気が似てるって意味だよ、ムニさん。深く考えすぎないで。イベントが終わったら問い詰めてやる。けどなんでそんな小さな子が戦うの？それはね、エンジュちゃんはイニシエーターだからよ。イニシエーター？イニシエーターっていうのは特殊な生まれの子供たちなの。呪われた子供たちとも呼ばれてるわ。レンタロウみたいなプロモーターとペアを組んでガストレアと戦うのよ。呪われた？なんだかまた物騒な言葉が出てきたね。子供が戦うの？ただの子供じゃないわよ。戦闘力がめちゃくちゃ高い上に特殊能力も持ってて。って、あんたも知らないの？ミーコ、実はドクロちゃん以外あんまり知らないの。はぁ、まったく仕方ないわね。いいわ、あんたも一緒に聞きなさい。はい、ナナ。イニシエーター、呪われた子供たちっていうのはね、ガストレアウイルスの宿主になっている子供のことよ。生まれつき超人的な戦闘能力を持ってるんだけど、そのせいで辛い目にも遭うのよね。辛い目に遭っちゃうの？ミーコ、かわいそうなお話は苦手なの。確かに辛いこともあるけど、それだけの作品じゃないのよ。厳しい世界でも希望をなくさずに戦うから。
こそ天太郎やエンジの戦う姿に胸が熱くなるのよ。なるほど、ムニをこんなに熱くさせるなんて本当に面白いんだろうね。興味が湧いてきたな。そういえばムニがコスプレしているエンジュちゃんも相当強いんだよね。もちろん、エンジュちゃんは自慢の脚力を生かしたキックで敵と戦うの。こんな感じで、えい、あいた。うわ、ムニさん大丈夫？かかと落とし失敗。ムニちゃん、ムニはダメなの。コスプレは完璧でも運動神経までは真似できないよね。ムニさんは大丈夫？今動かすのは危なそうなのでそのまま寝かせています。じゃあその間にミーコが担当する撲殺天使ドクロちゃんを紹介するの。撲殺天使ドクロちゃんはね、主人公の草壁さくらくんを抹殺するために机の中から出てきた未来の天使で。抹殺？さくらくんは未来の世界で不老不死になる技術を発見したの。でもそういう神様の領域に近づいちゃった人間は天使に抹殺されちゃうの。なかなかエキセントリックだね。でも未来からやってきたドクロちゃんはさくらくんのことを好きになっちゃうの。だからさくらくんを守るために毎日撲殺を。なんでそこで撲殺？ごめん、もう少しわかりやすく説明してくれない？これ以上わかりやすく説明できないの。そういえばさっき大きな金棒みたいなのを持ってたよね。あれは撲殺バット、エスカリボルグなの。撲殺した人間を生き返らせることができるの。撲殺バットなのに生き返らせるんだ。でもどうやって？復活の呪文を唱えるの。ピピルピルピルピピルピー。ああ、それが呪文なのね。もう疑問を持つだけ無駄な気がしてきた。っていうか素朴な疑問なんだけど、どうして自分で撲殺しておいて生き返らせるの？それがドクロちゃんにとっての愛なの。愛？なるほどね。理解できるんですか、葵さん？つまり愛の形は人それぞれってことじゃないかな。その通りなの。ドクロちゃんは一途で純粋なの。だから撲殺するの。ミーコはそこが大好きなの。私にはいまいち理解できないかも。あ、でも興味は湧いたよ。あ、ムニ、気がついたんだね。え、私、なんで？エンジュちゃんのかかと落としを見せようとして頭を打ったんだよ。大丈夫？まだ無理しない方が。平気よ、このまま寝てるわけにもいかないし。まだ会場まで時間はあるし、少し横になっていた方がいいんじゃない？そう、じゃあそうさせてもらう。ん？あー！ミーコ！あんた何振りかぶってるのよ！そのバットは、もしかしてそれがさっき言ってたエスカリボルグ？ムニちゃんに元気になってもらうの。いけない、ミーコさんは今ドクロちゃんになりきってしまっているんだ。キョウコ、ミーコの頭の上にある輪っかを取るのよ。輪っか？それ、ピピルピルピル。これか。あれ、ミーコ何してたんだっけ？よかった、正気に戻ったみたいだ。ミーコのなりきり方を見て、ああすればおとなしくなると思ったのよ。みんな何を言ってるかわからないの。
人をここまで浸水させるなんて、撲殺天使ドクロちゃん恐るべし。あんたは少しここで頭冷やしなさい。よくわからないけど、はいなの。まったく、私を撲殺しようとしたくせに。だって覚えてないの。まあまあ、喧嘩はそれくらいにね。わかったの。あんたはもうちょっと反省しなさい。それにしても、いい天気だね。エルメスに乗って走ったら気持ちいいだろうな。エルメス？ああ、キノが乗っている二輪車、バイクのことだよ。バイクに名前をつけてるんですか？ただのバイクじゃないわよ。エルメスは言葉を話せるの。え？バイクが喋るの？そう、キノにとってエルメスはただの乗り物じゃなく、かけがえのない相棒なんだ。バイクが相棒か。なんかいいですね、それ。旅が楽しくなりそう。乗り物とおしゃべりできるなんて楽しそうなお話なの。うん、でもね、キノの旅という作品の魅力は楽しいことだけじゃないんだ。旅を通して立ち寄る国、出会う人たちとの交流の中で人間の本性に迫る奥深さが魅力なんだよ。なんだか難しそうなの。そんなことはないよ。とっても読みやすいお話だから。キノが旅する世界では、この世界でいう町くらいの規模の国がたくさんあるんだ。それぞれの国ごとに風習や法律、価値観が全然違っていてね。それが面白いんだ。よくわかります。私も旅行するのが好きで、その土地の雰囲気に触れるのが楽しみですから。それならこの作品はまさにぴったりだと思うよ。それとキノはね、一つの国には3日間だけ滞在することにしているんだ。3日間だけなの？じゃあすぐに終わっちゃうの。キノはその国を知るために長居しすぎないよう3日間っていうルールを守ってるのよ。なるほど。それでキノはどんな国を旅してきたんですか？例えば、ある国ではキノが来るより前に人の気持ちが分かるようになる薬が発明されたんだ。人の気持ちが分かる人間になりなさい、なんていう風に言われたことないかな。その国では薬のおかげで誰しもが人の気持ちを分かるようになっていたんだ。人の気持ちが分かるようになればみんなが優しくなれるんじゃないかな。そうだね。その国の人たちもそう思って、みんなその薬を飲んだ。ところが、薬のせいでその国の人たちは他人の痛みや苦しみまで知ることになってしまったんだ。そして国中が大混乱に陥り、誰もが他人を避けるようになって、結果的に人とのつながりは薄れてしまったんだよ。他人の気持ちや痛みを知ることが必ずいいことにつながるわけじゃないってことね。なんだか悲しいお話なの。そうだね。でもキノはそういう悲劇や争いを目にしても人間に絶望したりせず旅を続けるんだ。世界は美しくなんかない、そしてそれゆえに美しいってやつね。なんとなくわかる気がする。ありのままの世界を見たいっていうキノの気持ち、その物語とても興味があります。私の世界とつながっている気がするんです。京子さんならきっとそう言うと思ったよ。いい顔になってきたじゃない。だいぶ電撃作品に興味が出てきたんじゃない？もちろん。でもどうかしたの？どれも面白そうな作品ばかりで、時間がいくらあっても足りない気がする。それは確かに問題だ。そう、右
右手はまっすぐ前に伸ばして、コインは親指に乗せて、こうかな。そのまま左手で右腕を支えて、片目を閉じて狙いを済ませる。なるほど、これがレールガンか。京子ちゃんかっこいいの。よくこの短時間で仕上げたわ。やるわね、山瀬京子。ウニちゃん、お師匠様みたいなの。ま、私の直感に間違いなかったってことね。ウニのお墨付きがもらえてよかったよ。これで京子さんも準備万端だね。みんな、こんなところにいたんだ。そろそろ会場の時間よ。いけない！早く自分のブースに戻って準備しないと。あれ、ヒーローさんは着替えないんですか？ああ、私は午後の部を担当しているから。え、午後の部？あら、聞いてない？ここにいる4人には午前の部を担当してもらって、午後からは別の人と交代するのよ。午後の担当の人はまた別の作品をテーマにした衣装を着るんだよね。そうよ、人数分の衣装を作るの大変だったんだから。でも楽しそうなの。衣装を作るのは好きだから、とっても楽しかったわ。それにしても午前と午後で分かれてるなんて、本当にたくさんの作品があるんですね。だって30周年だもの。30年か、歴史を感じるね。ミーコよりもずっと年上なの。作品もいっぱいなの。どこから手をつけたらいいか迷っちゃうね。まあ、手軽なところから触れてみるのがいいと思うよ。漫画家にアニメ化、ゲーム化やドラマ化されてるものだってあるからね。それはすごいですね。テーマ曲なんかもそれぞれの世界観に合わせてたくさん作られたんだろうな。作品の世界観を意識した曲作りか。そういうのも面白そう。そこで曲作りに結びつけるの、さすが京子ちゃんって感じね。それじゃあそろそろ行きましょうか。そうですね、私もお昼まで頑張れば交代できるんだし。あんたは午後もそのままよ。え？言ってなかった？みこと役は午後も引き続き会場でお客さんの相手をしてもらうの。聞いてませんよ、ヒーローさん。ヒーロー、説明はちゃんとしておかないと。ごめんね、京子ちゃん。私、他のことで頭がいっぱいで。ミーコはドクロちゃんの衣装をもっと着てたいの。京子ちゃんが羨ましいの。いや、そう言われても。っていうか、体力持つかな、私。ほら、グダグダ言ってないで会場に行くわよ。京子ちゃん、ファイトなの。